こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は完全山深くして水寒しです。これは天才日昇り月下る完全山深くして水寒しによる言葉で、意味は空の彼方から太陽が昇り月は沈んでいく、寺の前にそびえ立つ山は奥深く、その下を流れる谷川の水はとても冷たいという意味で、静寂に包まれた深山幽谷の情景を言います。それでは今から完全山深くして水寒しを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。